南明は、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。独立行政法人日本、学術振興会特別研究員、カリフォルニア大学バークレー校博士研究員、静岡県立大学薬学部助教などを歴任した。神経科学、搭載生物学、生科学を専攻する薬学者である。 当作についての研究に従事しており、記憶における役割の解明や神経疾患の治療への応用に取り組んだ。カリフォルニア大学バークレー校や静岡県立大学に勤務し、更新の育成に努めた。1976年4月、神奈川県横須賀市にて生まれた。神奈川県により設置、運営される神奈川県立横須賀高等学校を経て、 静岡県により設置、運営される静岡県立大学に進学し、薬学部の薬学科にて学んだ。2000年3月、静岡県立大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科の製薬学専攻にて学んだ。大学院においては、奥直人の指導を受けた。 2002年3月、静岡県立大学の大学院における博士前期、課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。また、大学院に在学中に、興奮性神経伝達に対する愛の抑制的な調節機能と題した、博士論文を執筆した。2005年3月、静岡県立大学の大学院における、博士後期課程を修了した。 それに伴い、同年3月22日付で博士の学位を取得した。大学院生として在学中の2004年4月、独立行政法人である日本学術振興会の特別研究員に選任された。大学院終了後の2005年4月には母校である静岡県立大学にて薬学部の客員共同研究員となった。その後、アメリカ合衆国に渡り、 同年6月にカリフォルニア大学に採用され、バークレー校の博士研究員として着任した。バークレー校では、ロバート・ザッカーの訓当を受けた。2008年1月、静岡県立大学の薬学部にて助教を常勤で務めることになる。同時に、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究科の助教を兼務することになった。2012年、 大学院に研究員、学府制が導入されることになり、薬学研究科は生活健康科学研究科と統合され、2研究員1学府に再編された。それに伴い、新設された薬学研究院の助教を兼務することになった。その傍ら、他の教育、研究機関の役職も兼任していた。2013年より社会福祉法人である。 温子財団再生会が設置、運営する静岡再生会館ご専門学校にて講師を非常勤で兼任した。2016年4月、静岡県立大学の薬学部にて講師に承認した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、生科学分野を受け持った。また、産業薬品、 HBC 社長の近藤大隆氏の寄付により2019年4月に薬学キャリアデザイン近藤寄付講座と題する寄付講座が開設されるとそちらも受け持つことになった。なお2016年4月より静岡県立大学の大学院においても薬学研究院の講師を兼務することになった。大学院においては薬食生命科学総合学府の講義を担当し 生科学教室を受け持った。その傍ら、他の教育、研究機関の役職も兼任していた。2016年4月より、地方独立行政法人である、東京都健康長寿医療センターにて、特任研究員を兼任することになった。専門は薬学であり、神経科学、動査生物学、生科学といった分野の研究に従事していた。具体的には、 当作が記憶において果たす役割について研究していた。また、当作を標的とした作用基準に基づいた神経疾患の治療法について研究していた。その他、当作の機能を解析するため技術の開発にも取り組んだ。さらに、糖尿病の治療薬の開発や健康や長寿を目指す機能性食品の開発などにも携わった。これまでの業績に対しては、 日本薬学会より2003年に環境衛生部会のフォーラム衛生薬学環境トキシコロジーにて実行委員長賞を授与され2014年7月5日には東海支部より学術奨励賞を授与されている2011年5月28日には日本製科学会より中部支部の奨励賞が授与された二千十年には内藤記念科学振興財団の 内藤コンファレンスにてポスター賞を授与された。また、2016年と2018年に、静岡県立大学より、学長表彰を受けている。学術団体としては、日本薬学会、日本性科学会、日本糖質学会、日本女性医学学会、日本神経科学学会、老化促進モデルマウス学会、などに所属した。2012年、よび2013年には、 日本製科学会の中部支部にて幹事を務めた。ありがとうございます。